メガネキャラクター。メガネキャラクターは、メガネをかけていることが特徴の一つとなっている人物を表す言葉。明確に定義された言葉ではないが、メガネの有無をキャラクター分類の基準にすることは広く行われている。メガネが描かれた最も古い絵画は、トマス・ソ・デ・モデナが1352年に描いた、Q of 3シェールの肖像画である。 ヒューの生前には、メガネは、発明されていないが、死後一世紀も経ってから描かれた、この肖像画では、尊敬の印として、メガネが描き入れられた。聖者の肖像画に生前存在していなかったはずの、メガネを描き入れる観光は、その後数世紀にわたって続い、学識や識字能力の持ち主、あるいは、当代の実力者であることの証と考えられていたのであろう。 このようにメガネは古くから知性の象徴であったが、これを利用するとファッションであればメガネを着用することで知性的なイメージを醸し出すことが可能になり、またフィクションの世界では頭のいい登場人物にメガネをかけさせることで外見と性格を一致させ、より印象の強いキャラクターを作ることが可能になる。ただし最近はファッション性に富むメガネが広く知れ渡っているものの、 それ以前はレンズが極端に厚い、ビンテイメガネ、渦巻きを書き込むことでこれをさらに強調するなど、あまり見た目の良くないメガネの方が認知度が高く、メガネをかけることをむしろイメージを下げると考える人もいた。その一方で、大正十一年の随筆にも男性がメガネをかけることをだけ感のシャレと見ゆる、あるいはロンドンの女性の多くが書けている。 美顔鏡が客手洋食を増して見ゆることさえあるという記述が見える。現在ではメガネキャラクターに一定のファンがいることが認知されている。多くのフィクションでもこれらのファン、特に異性キャラのファンを意識したキャラクターが存在し、現在では萌えのジャンルの一つに挙げられることもある。フィクションにおいては普段は冷静に保っている登場人物が何らかの表紙で、 メガネが外れて、どこかに行ってしまうと、メガネメガネと足元を探したり、メガネが曇ったり泥がついたりのアクシデントで見えなくなってしまうと、それぞれにおいてパニックになることがあったり、メガネがないと壁や電柱に頭をぶつけたり、精神的ショックを受けてメガネが割れたりといった現実ではありえないことが古典的に用いられる。漫才においても落ちたメガネを探すのが安し、 清の持ちネタであったが、清が、本当は見えてんねやろう、などとツッコミを入れた途端に、ヤスシュが迷うことなく、メガネを拾い上げ、本来の筋に戻るものであった。メガネを落としたからといって、メガネを探すことすらできなくなることなど現実にはない、ことを踏まえて、メガネを探す、ネタの、わざとらしさを茶化したオチである。メガネの装着によって、キャラクターの外観を大きく変えることなく、 個性も表現するための漫画的デフォルメ美容者として、目にかかる部分を省略する、あるいは逆内ロールフレーム、アンダーリムや美顔鏡が用いられることがあり、キャラクターの瞳の印象が見たものに素直に伝わる。そのため、瞳を大きく描く美少女系の絵柄、模絵においては、この表現が用いられることがしばしばある。他、場合によってはあえて目に重ねたまま省略せずに、描かれる場合もある。また、 キャラクターの造形、もしくは絵柄、前述の美少女系も含むによっては普通のメガネをかけさせることが困難なあるいはかけさせると不格好となるため、それを回避するためにこの表現を用いることもある。女性キャラに対してはメガネ娘、メガネ女子、男性キャラに対してはメガネくん、メガネ男子という呼び方がある。特にメガネ男子は女性が 男性眼鏡キャラに使う故障として有名であり、女性向けに男性眼鏡キャラを特集した本のタイトルにもなっている。少年の眼鏡キャラとしては、ドラえもんののびのびたが有名である。連載初期当時、眼鏡をかけたひ弱な少年が主人公という設定は、斬新であったと作者の藤子、甲斐、藤尾は語っている。男女共通のものとしては、 メガネっ子があるが、同じ発音である、メガネ娘が存在する影響で、男性に対して、この故障を使う機会は少ない。メガネっ子、メガネ娘の故障起源に関する明確な資料が存在しないため、正確な成立時期は不明である。現在確認可能なものでは、漫画、ドクタースランプの作品内で、すでに主人公のノリ、マキアラレに対して、この故障が使用されている。 戦術の通り、メガネキャラクターにはメガネをかけることで、指摘さがアップしているもの、逆にドジ性や、やぼったさ、オタク性を強調させているものが存在する。黒陽気な、作家、石黒直樹のペンネームは、いわゆるドジっ子を除く多くの知性的な女性の、メガネキャラクターについて、相手に威圧感を与える、相手より優位であることをメガネをかけることで、暗示していると指摘している。 一方、心理学者のか山ま香は、男性のメガネキャラクターに女性ファンがいることについて、メガネをかけるイコール視力の悪さというハンディキャップを背負っているという感が一般的にあることを指摘し、安心感や信頼感が生まれていると考察している。心理学者の内藤よしみ人は、フィクションの世界ではメガネをかけたキャラクターが相対的には貴重であるために、 気象性の高いものに惹かれる人間の心理が、メガネキャラクターを魅力的に見せているのではないかと考察している。良いイメージのメガネキャラクターの概念が登場したのは、決して最近ではない。P.G. ウッドハウスは1930年にまとめた、小説家用のメガネ着用基準とも言うべきもので、メガネの種類ごとに、それをかける人物を列挙しているが、当時で言うスペクタルズ。 現在で言う一山をかける者の,の筆頭に良きおじ、美眼鏡をかける筆頭に善良な教師、単眼鏡をかける筆頭に善良な公爵と多くの種類で善良な人物を筆頭に挙げていた。美眼鏡と単眼鏡については、悪人は多分これをかけないとも述べている。日本でも記事冒頭に掲げたようにメガネをかけた女性を真の美人とする浮世絵が描かれている。 手塚治虫のスターシステムの最古さんである花丸博士は多くの役柄で片眼鏡をかけているがもっぱら全人を演じたスターである。フィクションでは眼鏡をかけている姿を仮の姿とし眼鏡を外すと元の人物に戻るなどという演出も存在した。スーパーマンは一般人として能力を抑えている間は眼鏡をかけており映画や漫画では眼鏡を外すと 素顔は美人であるという演出が定番の一つであった。アイザック・アシモフがアシモフの科学エッセイ中でこのことをハリウッドで使い古されたネタだ知性の象徴であるメガネを捨てることを美化するのは無学を来賛する愚劣極まりない行為と批判していることからメガネを外すと美人という演出がこの当時すでに使われていたとわかる。現在はそのような演出は稀であり。 メガネをかけている時こそが素顔とする考え方さえ存在する。しかしメガネをかけている人はやぼったいというイメージは未だ多くの人に持たれている。日本国外でのフィクションに登場する日本人の多くはメガネをかけているとされる。日本人イコールメガネというイメージは古くからあり、美語の風刺画などにもメガネをかけた日本人を見ることができる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。